静岡市葵区で今日、中学校高校の吹奏楽部が演奏を披露するイベントが開かれました。ふだの辻吹奏楽フェスティバルは、新型コロナの影響で演奏する機会が減ってしまった中学校高校の吹奏楽部の生徒たちのために開かれたものです。今日は6校が参加し、1校あたり30分、人気アニメや昭和の名曲などを演奏しました。会場には多くの人が集まり、演奏を聞き終えると温かな拍手が送られました。この演奏会は明日も開催されるということです。